そうです。今回はですね、速報です。速報。イギリス、新しい首相が決まりました。このおたけび G が住んでるイギリス、イングランド、ここの首相が決まりました。はい。一応、BBC が流してるブレイキングニュース、これを見てください。Rishi Sunak、60,399。Liz Truss、81,326。Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. We'll come up on stage. はい。ということで、もう圧勝でしたね。圧勝。スナックはね、ダメだと思ってたんですよ。なんでかって。白人じゃないから。これ言ったら、差別になるんですけど、イギリスって、むちゃくちゃ差別あります。はい。なので、アメリカ同様に、オバマと同じように、白人以外の大統領が出てきたアメリカね。じゃあ、イギリスも、白人以外の首相が出てくるなわけないでしょ。なわけないんですよ。ないんですよ。イギリスに住んでるから、わかるんです。ということで、最初の頃から、もう絶対トラスだって思ってました。とりあえずですね、日本でもいろいろ報道されると思いますが、とりあえず、ここだけ皆さんに共有してほしい。トラスは、右の右、保守の鏡だと言われていますが、もともとは左です。左巻きです。はい。親が労働党っていうのもあったんですが、とりあえず、思いっきり左でした。ところが、いつの間にか右になっちゃった。これってボリス・ジョンソンと似てますね。ボリス・ジョンソンももともとは左寄りです。はい。で、それを右のふりして、首相まで上り詰めた。だけど、根本的には左なんです。とりあえず、右も左も、この世の中あんまり関係ございません。要は、グローバリストかどうか。あなたはグローバリズムに損でしょうか？それとも、ナショナリズムとして頑張ってくれるんでしょうか？ここが大きなポイントだと思います。ということで、今回はこんだけ。ただ、ウクライナ問題。さあ、このトラス、新しい首相になって、このイングランド、どんな感じでウクライナ問題に関わるのか、見ものですね。はい。あと、ドイツの首相も、年内で、ってなると思います。あくまでも、予想ですけど。以上です。イギリス、ちょっとは良くなるかな。